ペッカリーは、クジラグーテーモクペッカリーカに属する、哺乳類の総称。ペッカリーカの原生種は、クチジロペッカリー、クビワペッカリー、チャコペッカリーの3種からなる。ペッカリーとも呼ばれる。また、スペイン語では、ハベリーナとも呼ばれる。和名は、ヘソイノシシ。ペッカリーカは、南北アメリカ大陸において、他の大陸のイノシシカと同様のニッチを占める。原生種は、 クチジロペッカリーがメキシコからパラグアイにかけて、熱帯雨林の奥深くに生息する。首ワペッカリーは、アメリカ合衆国南西端からアルゼンチンまでの砂漠、森林、熱帯雨林に見られる。チャコペッカリーは名前に示されているように、南米南部のグランチャコに分布する。しかし、現在、人為的に持ち込まれたイノシシ類が新大陸において、繁殖。 ペッカリーの分布を脅かしつつある。全身魚の北、アメリカに、基地で最古のペッカリー、ペルコエルスが現れ、以降中心魚から、先身魚にかけて、敵を放散していく。この時現れた系統は、大きく二つに分けられる。一つは、プロステノプスに代表される長い頭骨と張り出た、頬骨弓を特徴とするものである。この系統は一時期反映したものの、後身魚で途絶えている。 もう一つは、原生群を含むもので、頭骨の高さがあり、前後に短く横両線を持つ、大球子を特徴とする。更新予にはこの系統のプラティゴノスなどが、パナマ地境を越えて、南アメリカ大陸に侵入、分布を広げている。生態で、体長90から130センチメートル、体重20から40キログラムに達する。全体の印象として、イノシシカに似るが、 獅子は長めで主端の指が2本になるなどより走行に適した形態となっている。頭骨はイノシシに比べてやや短くて高さがある。剣歯は湾曲せずに伸び、第9歯の形も比較的単純である。日本ではペッカリーをヘソイノシシとも称するが、それはペッカリーの背中にヘソのような構造物が見られるからである。ただしこれは実際には一種の終戦で、 蛇行のような匂いを出すことによって、仲間同士の意思疎通を図っている。彼らは少ない時は5頭、多い時には100頭を越す群れを形成するが、群れのリーダーのような精度はなく、この終戦を使うことで協調性を高めている。群れの個体同士で、毛づくろいの時に、相手の終戦に自分の喉や肩を擦りつけ合うという、匂いを分かち合う行動によって、 群れの行動権や仲間を認識している。ペッカリーの群れがジャガーなどの捕食者に襲われた場合、群れの中の一頭が捕食者へ向かっていき、残りのものは逃走する。リチャード・ドーキンスの利己的遺伝子説によって説明される動物行動の一つと考えられている。革製品の材料として有名で、毎年10万頭以上の野生のペッカリーが捕獲されている。は絶滅。 ありがとうございます。